道14明石から標茶に向かっています。その途中に中チャンベスってあるんですね。盛んにこの道案内で出てくるんです。だから これこの中チャンベスっていうのは昔中チャンベス村とかですねあったかもしれませんね。今は標茶町中チャンベスですけど、チャンベス野鳥保護区チャンベスですって。ここもちろん鶴も入ってますね。右側に牛がいっぱいあります。観光客が牛珍しいっつって熊取って見てます。中チャンベスの市街地かなと